新年明けましておめでとうございます。不動もナルシッサです。2022年も終わり、今日から2023年が始まったわけですが、いかがお過ごしでしょうか。初詣なんかに行っている人も多いと思いますが、私は今家でゴロゴロしていると思います。2022年はかなり慌ただしく過ぎていった感じがあったので、今年こそはのんびり過ごしたいと思ってはいますが、そういうわけにもいかないのが現実で、学校や部活、バイトなんかもあり、そんなにこっちの活動に力を入れることができないのが現状ですが、もともと力を入れようとやってるわけでもないですが、作るからにはいいものを作りたいので投稿期間が開くと思います。ちなみに現在企画しているのが4本あるので、もしかしたら今年はその動画プラスアルファで終わる予感がしています。長々と話していても仕方ないので、新年一発目の動画に入っていきましょう。それでは本編。どうも、ナルシッサです。今回もいつもの天ガチャ屋からのスタートです。早速改札に入っていきます。今回はいつもの南海電車ではなく、堺筋線からスタートになります。阪急 8304F の普通高槻市行きで動物園前に向かいます。こっから御堂筋線で天王寺へ行きます。というわけで近鉄の改札前に来ました。ここで今回も同行するもやしくんと合流し、改札に入っていきます。最初の乗車電で古市へ行きます。これ長野行きたいね、早く行っちゃうよ、予定行っちゃうけど。列車は近鉄大阪阿部野橋駅を出発し、今回の企画がスタートします。まずは、近畿日本鉄道、近鉄について解説していきます。近鉄は大阪、京都、奈良県、三重県、愛知県の2区3県を結ぶ総延長 501.1km にもなる日本最大の私鉄です。日本最大というだけあって、所属車両数も1918両が所属しています。ここからは今回の企画の説明をしていきます。近鉄は、南大阪吉野線系統、奈良線系統、大阪線系統、名古屋線系統の4つの系統と、そこから派生する支線があり、さらに西市議交差線と生駒交差線のケーブル線があります。今回はケーブル線を除いた、すべての鉄道線を勘定していきます。ケーブル線を除いた理由しては、西市議交差線が撮影時、落雷のため運転休止しており、統一性を図るため交差線は除外しました。さらに、今回は追加ルールとして、トップナンバー、通称トップナンを動画撮影時に発見した場合に、動画をその時に即終了するというルールで、近畿日本鉄道全線環状旅を行います。ルール説明は以上です。動画は古市に着きました。ここから1駅折り返して道明寺へ向かいます。ちなみに今回使用する切符は近鉄、週末3日間フリー切符です。道明寺に到着。ここから道明寺線で柏原へ行きます。道明寺線は途中柏原南口しか駅がなく、一つの編成がピストン運行している気がする路線ですが、近鉄では最も古い路線でもあります。まもなく柏原です。 JR 線はお乗り換えです。近鉄をご利用いただきありがとうございました。
柏原に到着。ホームは JR 大和路線と両用しています。枠変わることない。稼働明治に帰ってきてやってきた準急に乗り換えて、この列車の終点川内長野へ向かいます。河内長野に到着しました。ここでは我らが南海電車が見れます。